パーコス。はい、そしたら、パート25の方をやっていきましょう。ファスト、いらっしゃい。高速8あんのか。一撃で落とせるやつがいないからな。手やり20。当たるかな。80か。OK、当たってくれた。よかったよし、これで持ち逃げされずに済むぞ。したら一旦戻して。ここは、ここはしばらくほっといてもいいんかな。あーでも、ミネルヴァ仲間にした瞬間に狙われたりするんだな、マリア。ありえそうだな。来ないのか。はい、サシさんいらっしゃい、こんばんは。
来ないのかよー。こいつ来ないんか。マジで、そうか、来ないのか。どうしようかな。まあ、とりあえず、この弓兵二人で、やってもらうとして、あ、こいつ HP なんだっけ？あー、29万のか。鋼じゃないと倒せない。さあ、落ちろ。あれ？あ、計算間違えてた。まずい。計算間違えてた。そうか、防御力を引いてなかったよ。やばい、これはまずいぞ。相当まずいぞ。そしてこいつ手やりだったんか。こいつ手やりだったのか。届かないしな。20与えられないとダメなんか。何きついね。防御高いな。あー、そうか。攻撃する相手をそもそも間違えてたっぽいな。
お、プリキュア上だ。あ、こいつこいつ取り手に入れないじゃないか。それも想定外だな。なんとか耐えれるかな、耐えれるかな。鋼の槍か。あ、でも高速がないだけまだマシか。あ、やばい。こいつ狙われるじゃん。やってしまった。砦はほとんどのユニットが移動力に消費だよ。そうみたいですね。3個目さんいらっしゃい。入ったね。参ったね。思った以上にゴテゴテしてるぞ。シスターが直接攻撃くらいよりはこいつが受けた方がいいか。やべえ、誰か死にそう。ミネルヴァがどう動くかだな。初見プレイですね。天魔騎士だ。あー、ナバールがやばいな。ミネルヴァがどうなるんだ。あ、避けた。お、いいね。頑張ってくれた。ここは結構難易度高いよ。難易度高い感じですね。お、避けた。ナイスー、ナイスだ、ジュリアン。どっかのクリティカルで死んだやつとは格が違ったね。良いね、わら。で、あ、逃げた。あ、あいつ説得すらできない、もしかして。25あれば倒せる。鋼の弓で今度こそ倒す。今度こそ倒す。これで外したら泣けるな。スナイパーと勇者が初登場するはず。そうですね、登場してますね。あ、なるほどね。カスになるのか、そこ繋がる。この上に勇者と、あとここにスナイパーが、それぞれ出てますね。
お、力、さすがカシムさん、力ばっかり上がる。今まで仲間は全員味方にしたの？ですね、一人死んでるんですよね。とね、この人、今のところ殉職者はリカード、盗賊のリカードだけ殉職させてしまいまして、それ以外は、死んではないです。そういえばリスト消えてたんだな。そうそう、消してた。それ以外は仲間多分してるんじゃないかな、わからない。ちょっと近づいてみようか、こいつ。離れていくかな。倒しとくか。リカードは予備だからコンプリート目指さないならいらないな。そうね。そういう風に思った。でもなんか真のエンディングというか、なんかそういうのは見られないよーというのは聞きましたね。12あれば。12あれば。いけ。はず。一人なら一回らせることができる。一人までだけどね。あ、一人までなのか。でもなんか死んだっていうフラグが立った時点でもうそのエンディングは見られませんっていうふうに聞いたんですが、その辺どうなんですかね。まあ、特にクリアできたらそれでいいので、あまり真のエンディングとかはこだわってないんだけど。あ、こいつ移動力早くね？気のせい。少し手やりのままだったな。気にしてなかったよ。問題なかったんじゃないかな、うろ覚えだけど。まあとりあえずなるべく死者出さないように進めて、でリカードを生き返らしましょうかね。そう、貴重な手やりを使ってしまったよ。全然歯に息入ってつくけどな。ああ、ん？親戚にいっぱいってつく。あ、リカードにかな？あ、また逃げた。じゃあ、あいつほっとこう。あいつほっといけばいいな。と、マリアがどうこうなるまでは、ああやって、逃げ続けるんでしょう、きっと。エンディングで戦績が発表されるによ。ああ、なんか、それは、見たような気がするね。見た、聞いた。なるべく上がってないカシム、ゴードン、ジュリアンあたりで倒したいな。
17か。鋼の槍なら、いけるか。あー、鋼の剣だった。鋼の剣でも倒せないね。避けれれば。避けれればという感じだな。一部では問題ないけど、二部では死者は問題になる。ああ、そうなのね。じゃあそこは気をつけよう。ああ、そしたら誰か遅う。経験値の少ないやつでいいか。はい。あ、お前ダメだ。お前まだ回復中だ。ナバールか。届かんな。ことごとく。下は誰がいたっけ？ああ、ハーフィンでいいか。他にって経験はあるの？触った経験なら、あるという感じですね。クリアした経験は、全然ないです。最後にでも触ったのは、ゲームボーイアドバンスの、これの一章だけは経験済みだったしな。デッカの剣を、4章だか5章だか、最初の闘技場がある章まで触った。たことが。封印は触ってたような。そうそう、劣化だか封印だかの最初の闘技場が出る章までは触った。そこでちょっと、間違ったセーブをして積んでしまって、とある、傭兵さんが死んでしまったんで、あ、違う。主人公が死んだんだ。で、やめた。やめた。誰だったかな？ 22 個目さんいらっしゃい。確かね、主人公で、劣化だか封印だかどっちだか忘れたけど。さあ、あいつ倒したから、回復しとかないとだな。誰にしよう。気のせいなんかオグマだけ異常に移動速度速くね。そう見えるだけか。あ、倒せないんじゃないこれ。紋章は滅多なことでは済まないから安心していいよ。そう、それをね、それを信じて今頑張ってるところ。まあ、なものでね、ファイアンブレムシリーズはまともに攻略したのはこれが初めてですね。とりあえずこいつを押し出すか。押し出すとして、上から行った方がいいよなぁ。勇者は、どっちがいいんだ？勇者を相手にするのと、スナイパー相手にするのどっちがいいんだろう。てか、どっちも HP30 以上とか、こいつら化け物か。マジで？あ、でも、勇者相手にした方が楽かなぁ。勇者でも、勇者の証、勇者証なんだな。あるから、こいつは確実に倒さなきゃいけないから、ぐるっと回って、
あー、あと、これは最後だな。こいつ倒した後に倒とろう、これは。とりあえずここは迂回することにしようね。シューターには用心しなされ、ここから北の砦くらい離れていても攻撃してくるぞ。シューターって誰？ここにいないよね。1、2、3。ああ、移動含めた射程が10あるってことか。バザコンか。運よくな、一回上がったけど、力が。あれ絶対怪しまれるよね、ミネルヴァ。味方から。あいつが敵を襲っていないぞって。でもこいつ回復しねえだな。もう時間ですね。そしたら、この枠はこれで終わりなので、次枠移動しますね。お疲れ様でした。